皆さん、こんにちは。今日は現代ベースボール界の象徴的存在、大谷翔平選手についてお話しします。彼の名は、今や世界中の野球ファンの間で語り継がれる存在です。そして、その日々のプレーが新たな歴史を築いていることに、多くのファンが目を離せなくなっています。今回は、大谷翔平選手の今シーズンの伝説的な活躍と、その裏にある興味深い側面や、今後のさらなる可能性について詳しく掘り下げていきたいと思います。大谷翔平の50から50、達成とその意義。まず、このシーズンにおける大谷翔平の偉業として真っ先に挙げられるのは、前人未到の50本塁打、50盗塁を達成したことです。この記録は、メジャーリーグの長い歴史の中で誰一人として達成したことがないものであり、大谷翔平選手の名を永遠に野球史に刻むものとなりました。彼は9月23日の試合で53本目のホームランを放ち、シーズン55盗塁を記録。さらに週間 MVP にも選ばれ、そのプレーはまさに次元が違うと言われるほどの驚異的なパフォーマンスを見せ続けています。絶望的な状況の中でも続く奇跡的なパフォーマンス。大谷翔平のこれまでのシーズン成績を見ると、特に9月22日以降の彼の活躍が目を引きます。9月22日のコロラドロッキーズ戦では、9回に同点ホームランを放ち、その後の盗塁やヒットによってチームの勝利に大きく貢献。まさに、一人で試合を動かす、選手として、ドジャースのファンのみならず、野球ファン全体に衝撃を与えました。ここで注目すべきは、彼がいかにして常にプレーの質を持ちながら、絶え間なく記録を更新し続けているかという点です。特に9月の試合では、4試合連続で驚異的な打撃成績を記録し、打率778、OPS 1522年2月といった異常とも言えるスタッツを残しています。このような短期間での成績は、普通の選手では想像もつかないものであり、まさに大谷翔平選手だからこそ成し得たものと言えるでしょう。残り6試合での60から60、達成の可能性と挑戦。今後の注目点として、夢の60から60という記録が挙げられます。これまでのシーズン成績を考えれば彼が 50-50 に続いて60から60を達成するのは極めて難しいことは事実です。しかし、ファンや専門家はそれでも期待を抱いています。その理由は彼の最後の3試合が打者天国と呼ばれるクアーズフィールドで行われるという点です。この球場では、打球が飛びやすいという特徴があり、大谷翔平選手がホームランや盗塁を積み重ねる可能性が高いとされています。実際に、大谷翔平選手はこの球場で非常に良い成績を残しており、過去11試合で打率、375、3本塁打を記録しています。シーズン後半、特にこのクアーズフィールドでの試合が彼にとって大きなチャンスになるかもしれません。大谷翔平とベーブ・ルースの比較50から50は序章に過ぎない。米スポーツ誌、スポーツ・イラストレーテッドは、大谷翔平の今シーズンの50から50達成が伝説の始まりに過ぎないと指摘しています。彼の活躍は、過去の偉大な選手、特にベーブ・ルースの記録と比較されることが多く、特に注目すべき点は、大谷翔平がまだ進化の途中にあるということです。ルースが1919年に29本塁打を記録した後、翌年に54本、そしてその後60本塁打を達成したように、大谷翔平もまた、そのポテンシャルを今後さらに発揮していくと期待されています。また、ルースが29本塁打を打った時の年齢は32歳であり、現在30歳の大谷翔平選手は、まだ多くの年数を残している点が注目されます。これまで50から50という記録は前菜に過ぎず、これからさらに大きな記録が待っているかもしれないというのは、多くの野球関係者が共通して感じていることです。大谷翔平選手の改善点とさらなる高みへの期待。興味深い点として、大谷翔平選手にはまだ改善の余地があるということが挙げられます。米メディアでは、彼の投球においてカッターの使用頻度が高すぎることや、打撃においてボール球に手を出すことがあるといった改善点が指摘されています。しかし、これこそが彼のさらなる成長を示す証拠とも言えるでしょう。
現在の段階でこれほどの記録を打ち立てながらも、まだ完成されていないというのは、大谷翔平選手のポテンシャルが計り知れないものであることを示しています。壮大な物語はまだ始まったばかりだと多くのメディアが伝えているように彼の今後の活躍にますます期待が高まります。50から50がもたらす影響と未来の選手たち。50から50という記録は、単に大谷翔平一人の功績に止まらず、今後の野球界全体に大きな影響を与えることでしょう。ニューヨークポスト紙によれば、この記録は最も達成不可能な記録の一つとして生き続けるだろうとされています。過去には、30から30や40を達成した選手たちがいましたが、50から50はそれをはるかに凌駕する記録です。この記録に挑戦する可能性のある選手として、ロナルド・アクーニャ・ジュニアが挙げられていますが、彼もまた大怪我により、来シーズンの復帰がどうなるかは不透明です。つまり、現時点で大谷翔平に続く選手が現れるかどうかは未知数であり、彼の偉業は今後も長く語り継がれることでしょう。絶え間ない記録の更新と次の挑戦。大谷翔平は、日々その記録を塗り替えています。9月23日には53号ホームランを放ち、ドジャーススタジアムでの28本目のアーチを記録。これにより、球団の新記録を打ち立てました。さらに、SNS 上でもファンからは、記録更新が止まらないと驚愕の声が上がっています。また、彼はイチローが持つ日本選手のシーズン最多盗塁記録、56盗塁にも迫っており、残り6試合でどのような新たな記録が誕生するのか、その期待はますます高まっています。終わりに伝説の続き。大谷翔平という選手は、現代野球の新たな基準を作り出し、その可能性は今なお広がり続けています。彼が50から50を達成した今、その記録は始まりに過ぎないとされ、今後どれほどの偉業が待っているのかは、誰にも予測できません。私たちファンは彼の新たな伝説を見守り、これからも応援し続けることでしょう。皆さんも、どうか彼の挑戦を一緒に見届け、歴史の証人となってください。